かしスーパーウルトラ電話チャレンジか。パン食べてる。中にパン屋さんあったから。うん。わかりました、わかりました。お前、軟禁状態になってるやろうな。逮捕とかじゃないぞ。あ、ちゃうで、あかんで、ね、たかし、寝てから電話せなあかんから、たかし、ウルトラ。ちゃう、なんか、ウィンナーのパン。寝てる？寝てんの？ちょっと両方してる俺が。おっと、たかしチャレンジ入るか？これ雨焼けたか、じゃあ大丈夫。あ、毎度おはようございます。帰って今花屋さんが頑張ってくれてるらしい、とりあえず大丈夫や。私コポン待って、くしゃみして全部出た。そう、心配。あ、起きた。なんか芋入ってんのかな、これ。海外怖い。美味しいよ、パン。パン。もう、思ってたよりフランスパンで硬い。思ってたよりフランスパン。いや、まあ一応出番あんねやったら迎えに行くよ。山田迎えに来てになったらそこ行く。あ、今行くわ、くっくれ。いや、まだわからんねん。めっちゃ硬い。うまいけどな。あ、まあでも通訳入るやろ、ごねたら。ごねたらっていうか、向こうで事故ったら。もう、旅行はしたいけどな。したい欲求はあるけどな。まあ、そこまで行きたいとは思わんから。もう若かりし頃にあっちゃこっちゃ行ったね。今更感はうわ。マジで速報。おっと、まだやぞ。もうやむよ、様子見ろよ。まだやで、ウルトラたかしチャレンジ始まる可能性あるからな。まだや。ほんまに落ちたら言ってな。ウルトラたかしチャレンジあるか。あ、すいません、お行儀悪いんですよ。育ち悪いんでごめんなさい。以後気をつけます。それに次は、チキンフィレオパン、ついでに昼ご飯も買ったからな。昼ご飯もパン。俺賢いやろ、思わん。ええわやろ、買い物一回で済ましたった。まだやな。偉いやろ。昼もまとめて買って。もう一個あんねん、俺、昼ご飯。パン。それ全部パン。んだからさ、あやん。あ、野菜後に食うタイプかも、俺。違う、もう浜松まで来た。とりあえず、あ、神奈川県じゃないわ、静岡県入った。もうこっからすぐだって、東京まで。もうゆっくり走っても3時間ってとこやね。
あ、ありがとう、無料アイテム。うわぁ。あ、マイヤークーポン。うん。マイヤークーポン買うわ。ごめんごめんごめん。やっぱり成田やねんな。うん。もう両方買いとくわ。うん。うん。うん。って言う人もおんねんけど。うん。わからん、ふう。うん。では始まります。うん、なんか。いや、もう来てって言われたら行けるところにスタンバイしとこうと思う。うん、どっちかわからんねん、成田か羽田か。うん、まあ、今んとこ、成田が7割、羽田が3割ぐらい。うん、ムラジード今んとこ大丈夫やな。火吹いたりはしてないな。入国拒否は、あ、ほら、やっぱり成田や。うん。日本は。成田らしいわ。うん。うまい。うまいわ。浜松、とりあえず浜松まで来た。ムーブのタイヤ飛んでったわ。おもろすぎだろ。飲め物はさっき買ったコーヒーあるから、うん、あ、おはよう56号さん、おはよう。うん、芦田愛菜だよ、うん、金のたぬき56号さん、おはよう。うん、え、もう成田って飛行機見る。うん、でも川崎行って何バットホップに入るっていう夢もあるけどな。ゼロワン大丈夫かな、うん、どうやろうな。うん、とりあえず今浜松まで来ました。うん、いや6時の飛行機には俺乗ってないと踏んでる。うん、前はサムさん、でもついてたら放送ついてるくない、誰かしら。うん、まあ、いや、リタ君でもいいや、ゼロワンでもいいや、マリオさんでも、3人もおって1人もついてへんはついてないやろ。うん、しかもえ、あの、何？入国拒否で帰ってきてたら、その後取り調べあるからな。うん。あとさっき言っとくと。その後取り調べあるからな。うん。その、まあ、外務省のペーペー来おるぞ。うん。多分。うん。外務省のペーペー来るぞ。言うたら。おかみ来るぞ、おかみ。え、雪積もってる？あ、そうなんや。いいらしい。入国管理室で、うん、管轄の警察が迎えに来て、で、その後、あれちゃうの？いや、どこで取り調べあるかわからん。俺って国際問題やから、管轄別に警察とかじゃないんちゃう？知らんけど。外務省やろ？多分。ちゃうの？大使館だか そっち系のお話じゃないの。ちょ、もう俺昼ご飯に手つけていい？甘い？いや、それないね、ないね、今んとこ。うん、それないで、ソースないで、そもそも。もうお昼ご飯食べていい？お腹の食欲がやばい、朝。うん、ちょっとこれ昼飯に買ったつもりやけど、もう食べていい？食べていいですか、皆さん。うん、あかん。食べたい。
お腹すいた。終わった、食べるわ。卵からいく、俺。もう和風か。うん。言うて夜もつまみ系しか食ってないしな。うん。ちゃうね、夜つまみ系しか食ってないやん。うん、うん、コーヒーある、うん、パン3つでパンパンパンやな、うん、でも俺まだパンパンちゃうで、うん、全然やで、うん、いやでもな、昨日夢にに会ってしまったせいでさ、パンパンレベル 1.5 から2に上がったわ、うん、ちょっとやばいかも。パンレベル上がったかも、うん、5を超えてきたら危ない、うん、もう5を超えて可愛いよそら、うん、可愛いよ、うん、なんやかんやさ、うん、まあね、やから飛ばしてるコメント多かったけど、うん、可愛いよ、うん、あれで可愛くないって言ってたやつら目腐ってんだよほんま。うん、マックスは10、うん、でもな、10までいったら合間、うん、だからね、うん、10までいったら合間。うん、法律を理性が飛び越えてしまう可能性があるから、10までいったら合間、うん、5を超えてきたら危ない、もう見境なくいきそう、うん、うん、え、どういうこと、好きな顔ってちょっとちゃうけどな、うん、ちゃうだよ、うん、あ、おはよう佐々木さん、うん、加工なしで、うん、うん、加工なしやった、加工なしであれは相当やで、うん、うん、いや、無理無理無理、うん、その2つのコメント両方いい。うん、分かんねん、性風俗店っていうか、その嫌やねん、うん、ゴリラはない、ゴリラ一番ない、あ、ごめんなさい。うん、うん、で、夢には昔からあるやから、うん、別にええやん。あ、まあまあまあ、ぼちぼちね、おかげさまでね、うん、うん、うん、あ、おはよう。あ、何、全く47、いやでも拠点の大阪にもおらんのにできひんくない、もうダイハツやもんなこの車が。おいしい、うん、いや心配はしてないけど、うん、さすがに帰ってくるねやろって感じは。あ、待って待って、どっこいどっこいって誰と誰と誰。3人誰と誰と誰の、あ、おはようカカオ、おはよう。俺そんなにモラハラじゃないで、うん、多分、しかも俺誰にでもモラハラするんちゃうからな、うん、そこ間違えんといてよ、うん、100人いたら100人との付き合い方があるから、うん、うん、なんかね、入国できなくなるよ、うん、ああそういうことらしいわ、52号ありがとう。
ちそうさまでした。コーヒー飲みます。コーヒー飲んでタバコ吸って、ちょっとここでダラダラしてもう一回寝ます。もう一回寝るは違うか。うん、いや、俺がうんこ食ってる間もご飯食べただけ。うん、車で寝たよ。もうほんま腰砕けるか思ったわ。マジでやばかった。豚汁とけんちん汁の違いを教えてください。あー、名前。うん、あとけんちん汁はひらがな、豚汁は漢字。あ、村井とまだ恐縮です。なんて読むそれ。巻き糸汁、わからん。なんて読むやそれ。あ、おはよう。うん、風呂も入ってないからな。芸費も取られへんやろうし、頭も洗われへんし、とりあえずお風呂入るのが最優先事項やな、自分の中では。やっぱアイドルって不潔やと良くないから、それはな。風呂入りたい、マジで。そう、歯磨きもしたい。あ、歯磨きはしたい、一発。うん、よくないけど、あのサービスエリアのところで、洗面台のところでやってきたけど。あ、うん、ムーンフェイスってあれやで、あのステロイドとかで、あのむくんで膨らんだ顔のことやで。決してこの顔じゃないで。じゃあ指はペアリング分かれたから2つしてる、もったいないから。怖くて眠れません、お願いします。今浜松、今静岡入ったところ、浜松っていうところにいてる。みほにゃんさん、なんかもう家帰られへんのんちゃう、よくわからんけど。うん、多分家帰れないんじゃない、あの人。帰るとこがないからずっとおるんじゃないか。普通に帰るとこあったらずっとカラオケおらんで言うたら。あ、うらやとまざす。お前の家行く、掃除しに。え、でもあいつんちバカ汚いからな。土足で入っていいんやったら行くけどな。まあお金だけ払ってくれてたらただの客やからな、店としても。ただもう多分従業員の間では変なあだ名つけられてる頃やで。もう多分アルバイトの人たちの間では、あの変なあだ名ついてると思う、美穂にゃんな。それ絶対そうやろ。あ、外したら見てびっくりした、余計かっこよすぎてやろ。え、どんなあだ名やろ。どんなあだ名やろ。何やろ、どんなあだ名になんねやろ。どんなあだ名なりそう、誰か考えてよ、ぴったりのやつ。どうやろうな。いや、違う。多分な、ゼロワンにちなんでオーバーステイとか名前つけられてそう。いや、グッチューまんまやん。うん、オーバーステイとかじゃん。ちゃうか、そっち系じゃない多分。アンジェラアキとかつけられてそう。アンジェラアキって呼ばれてそう。俺じゃない、俺じゃない、ミホニャンな。ミホニャンさんずっとカラオケ同じとこおるから、多分なんかあの変なあだ名従業員につけられてんじゃないかな。ようでも毎日カラオケ続くよな。よう、あんなにおったら普通にホテル泊まってんのと変わらんぐらいになってくるんじゃん。大丈夫かな。
一泊ぐらい普通のホテル泊まれるで、あんなに泊まってたらさ。いや、近所のネカフェに入りに行ってるとかかな、それか入ってないか風呂だけ友達んとこ借りてるとか。あ、おはよう、カラオケホーブレス。ミホニャンのミホってカタカナちゃうかった、どっちやったっけニャンがカタカナやったっけ、ちょっとどっちかやったと思う。あ、花屋さんからありがとうございます。いやでもあれなんか特定班曰くあれらしい、岡山駅前店とかやから田舎ではないんやろ、うん、さっき歯磨きしてた。え、ちょっと待って、カラオケで歯磨きしていいんや、カラオケで歯磨きええんか、うん、そう、そもそもええの、カラオケって歯磨きしていいとこなまあせやな、まあ怖いもの見たさとかで 見ちゃう人もおるやろうけどな、うん、もう穴になったら終わりやで、うんうん、穴になったら終わりやわ、うん、まあせやな、サービスエリアもあかんな、うん、いや寝てるんは寝てるんちゃん、え、決めてるってこと、ずっと起きてるってことは寝てるやろどっかでは、うん、あ、村井とマザース恐縮ですあ、調味料を持ち込み歯磨き、ネカフェ難民よりひどい、 あ、村屋でマザース恐縮です。あ、ファンおんねや、あの人、うん、マジかよあ、俺アコテ次 3D になってる、マスクしとこか、そしたら。ちょ、もう頭ギトギトやからちょっと帽子かぶっとくわ、汚いやろ、小敷みたいで。あ、うん、俺ライオン年、うん、ちょっとちゃんと帽子かぶっとくわ、もう見栄え悪いよな、これでいい、これでちょっと頭ギトギトなんバレへん、もう絶対これ臭いであ、はい、ありがとうございます。今もう静岡着いた、117、うん、こいつ行きアンダーバーやな、こじきやろ、もともと悪い、行きなんて書いたんそれなんて書いたんや、アンダーバーなってんね、行き臭いって書いたかな、いや言うてるだけ、西成行くってもう怒られへんやろ、うん、あ、花屋さんからありがとうございます。ゼロワンが揉めた空港は韓国のニガワっていうとこ、うん、仁に川で仁川っていう空港、韓国の。あ、ありがとうございます、ブライトマ、おはよう、おはよう、ダーダオ、ブライトマ、あざす、うん、成田か羽田空港はほんま言うたら9時過ぎって言ってるけど、でも空港着いたからって言ってそのまま、はい解散にならんやろ言うたら、うん、なんかまあその警察なり、うん、外務省の担当のやつが来て聴取はあるやろ絶対、うん、いやいや当たり前やだって、あれや入国拒否食らってんのにやね、事情は聞きに行くやろ。ほんでもっと言うと、もう向こうの大使館と こっちのだから向こうの領事館と大使館ともうこう やり取りあるやろ絶対事前に、うん、日本から来たこんなバカなやつがいるんですよ、なーにー、やっちまったなーってなってると思う多分、うん、だからこうキネで今疲れるところちゃう、帰ってきたら、うん、多分あると思うジャンから一泊で6000円もすんねや、いやホテル泊まれよ、うん、いやせやな、中部説も出てきてるよな言うたら、うん、なんか本籍地記載のところが管轄になるからみたいな松川さんが勝手に家に入ったから年末は警察が忙しいので不法にならんやろ、だって家賃払ってないやん、うん、家賃払ってないじゃん言うたら、うん、あ、スマホまだいじらん、あ、取り上げられてるんか、もしかしたらあるかもな、うん、それを使ってやらかしてるからもしかしたら現地の人に抑えられてるかもな、
いや不法占拠はしてないやろ、できひんやろ韓国の。違うと、これはあれやな、江戸行ったら忙しくなりそうだぜ。いやそれが分からんねん、まだ不明やね、うん、うん、動かれへんよねこればっかり。ゼロワンにかけたら怒られるかな、一回かけてみようか直で、大丈夫って。ちょっと待ってな、ゼロワン2回 LINE 入れとこは大丈夫なんですか。気管支喘息出てきた、うん、あ、ワン切りあった、一回ほんと一回あれするわ、俺もワン切りしてみるわ。出るんかな、わからん、充電ないかもな、充電ない、あ、おはようございます。いや、さすがに出えへんのんちゃう。うん。で、まあ、大丈夫なのって送っとくわ。うん。大丈夫なの。うん、これだけ送っとくわ。大丈夫なのだけ。これでやろう。うん。うん。まあ、なあ、大丈夫じゃなかったってどうしようもできひんけどさ。いやーでも相沢もう荒れちゃうから、やっぱもうミホニャンがおる限り結構曇るいうかさ。あ、無理やっても恐縮です。山田の場合咳喘息なんかな、どっちかわからん。疲れてる時とタバコ吸いすぎてる時咳止まらんくなる。あ、高橋生まれたんかな、おめでとう、うん、よかったね言うたら。ただ高橋結婚せえへんとか言ってたけどほんまなんかな。あ、村井とまざす。マリオさん連絡取れ、いやマリオさんにでも俺嫌われてるからな。うん、まあ、今んとこかかっては来てないな、うん、え、相沢おすすめ規制ちゃうやろ、おすすめ欄出てきてたで、めっちゃ下の方やったけど、うん、俺出てきてたでおすすめ。あ、おはよう137、おはよう。家賃払ってなくても住んでたら居住権あるやろ、不法侵入ならんのちゃうの。だってそれ一回な、みほにゃさんの件するとな、その人契約書に反抗してないから家賃は払わんでいいんですよ皆さんって言ってたやん放送で。あさ、うん、言ってたやん、うん、わかる、ってことは本人の口から契約してないって言ってんねんからさ、うん、どっちかはっきりせえよな。契約してんねやったら家賃払え、うん、でしてないんやったら不法侵入ではないんちゃうの。住んでないやん、うん、豚小屋みたいになってたで中見たら、うん、俺写真送られてきてん、うん、チラッとだけやったら別に見せても多分問題ないやろうからさ、うん、その中の様子も撮影してきてんで、何山田、あ、ちゃうわ、みほにゃん被害者の会のグループラインで届いてた、そういえば。一瞬だけやったら見せれるわ、ふわっとだけ。うん。ちょっと待ってな、グループライン見せたるわ。うん、そこまで言うんやったら。やばいで。ほんま、和製の家の3上は行ってたわ、多分。うん、そのぐらいえぐい。うん。このぐらい。あ、これあれやな、X に貼っといたろか、もう、もはや。うん。撮影者も俺じゃないし、言うたら、撮影、X に貼っとくわ、もう、またわめき散らかされた嫌やから、うん。うん。俺はたまたまただ届いた画像を X しただけっていう体にしとくわ、そしたら。ツイートしときます、うん。うん。いや、やめとこう、やっぱり。あ、相手につけ入る隙与えんとくわ、やっぱり。やっぱりやめとくわ。うん。またぐちゃぐちゃ、これネタで弁護士とかって広げられたらだるいから。とりあえず、もう、あ、さっきヒゲ兄がやってた。いや、みほにゃんさんが、松川さんの家を家賃払わない状態で荷物ぐちゃぐちゃでほったらかしにしてるからって言って、その荷物を、もうどっかの倉庫に移動して、また違う人に家貸しましょうってやってるらしい。松川さんが。めっちゃ汚かったで、
びっくりしたもん。もうようこんなとこで人住んでたな思って、うん、あ休憩、いやじゃあちょっと今なんか他の配信者の余談も入ってきたから、うん、そうそうそう、これは決して休憩してるわけじゃないね、うん、休憩に見える俺、うん、山田がめちゃくちゃいじめてきたってどういうこと、あなたがいじめてんのは三井のリパークやろって言っといてそいつに、人にいじめられてるとかじゃなくて、あなたが三井のリパークをいじめてんねんって。あ、無理やってます、恐縮です。いやマリオさんに嫌われてるからな俺な、連絡取りたいところではあるけど、うん、いやこういう時に慌てたらあかんねんって、139わかる、うん、こういう時に慌てたらあかんねん、冷静にな、うん、やっぱ人の命かかってるから、うん、うん、人の命かかってるから、うん、え、リタ君にだけ電話してみようか、そしたらリタ君はまあ電話出てくれるからな。 X 載せてない、なんか山田会のヒゲ兄っていう人が拡散してるらしいから、うん、ちょ待ってな、一回リタさんに電話してみるわ、出てくれるかどうかは分からんけど。ジャパン時間、え、韓国と日本って緯度経度ほぼ一緒やから時差ないんちゃうかったっけ。ちょ待ってな、いやなんか俺嫌われてるマリオさんに、うん、山田君は今結構増えてきたで、でさあなんだかんだ言うて江戸行って帰ってからも山田君ガールズオーディションあるし、言うたらちょ待って、リタさんに電話するわ、リタさんにちょっと電話します。出るかなリタさん。寝てるかな。え、気管支喘息あんねん俺、疲れてる時とかタバコ吸いすぎたあかんねんむせ込むねん、あかんな、寝てるなリタさん。あかんわ、リタさんももう多分寝てるわ。ジャパンが時間ないってどういうこと、どういうこと、なんなんゼロワンの名言って。いやマリオさんだってあかんもん、嫌われてんもん、うん、嫌われてんもん俺。こういう時にかけたらまたなんか嫌なこと言われそうやから、うん、決してそういうつもりでかけてなくても嫌なこと言われそうやからもういい。飲み物買いに行くか。あ、すいません皆さん、ユン忘れてた。え、たかし寝た、まだやろ、寝てないやろ、寝たのたかし。え、どっち、たかし寝た、寝てないよな、たかし寝てないやろ、寝たのたかし。配信切れた、何してんのやろたかし。あ、病院から、あー、じゃあもう生まれそうですよみたいな呼び出されてみたいな、うん、そっちか。いや生まれたはさすがに鳩来てない、うん、あー、坂子俺結構得意やで、うん、坂子俺腹の上から触って返せるからな、俺結構得意やで、俺坂子めっちゃうまいで、坂子バカうまいで俺、うん、エコーと外からだけでいけるからな俺、坂子めっちゃうまいで俺、言っといたろわ、ちゃうちゃうちゃう、もうほんまエコーとあの程度感覚だけでいけんで俺、ひっくり返せんで見たら、ちゃうちゃう、俺助産師、助産師の勉強してた時あんねん、そう坂子めっちゃ返せんで俺、手返しよく、ちょっとバカ早い、誰より早い、そうそう、やっぱそれあの医師やってた金あるから助産師の勉強も結構したんすよ俺。いや、なあのへその首に巻きついてる場合はもう絶対切開、あれは無理やわ、 あれめちゃむずいわ、あれ手で返そうと思ってさ、なんかなんやかんややってたけど、やっぱもう切った方が早い、全然、
った方が早いねんて、うん、あながち正解言うよ、うん、でそついたついたあだ名がゴッドハンドやまだ、うん、よく言われたいやもう600人ぐらいは返してきたけどな、うん、もうさあの有名店の卵焼きより返してきたで俺の方が600人は返してきたよ俺、うん、あおはようちゃみこちゃん、うんうん、もうそうそうそう600人は返してきた、うん、だから今の閲覧より、うん、返してきた俺坂子回してや、いややばかった呼んでな坂子でやばいんですよってあんねやったら言ってな、あおはよう優しい悪魔、うまいけどなほんま展開早うってどういうことやろうせやろ直してもらったことあるやろ展開早うって俺静岡の浜松のあ双子おったでいや双子はなあれ簡単あの一個ずつがちっちゃいから、うん、もう割と簡単そんな絡まんしゅうて、うん、双子は簡単よ おさんしんどくないよすごい楽え出産の費用はあれやろ基本返ってくるやろ全部うわちょっと上乗せぐらいで今静岡ですあかなちゃんありがとう、うん、無理やってもありがとうございますありがとうございますいやちょっと助産師の勉強をしたことあるだけうんいいの人、うん、いつものあの口から先のやつや疲れてるよちょっと飲み物買いたい飲み物買いたいほんま喉渇いた俺おる誰か山田さんっつって飲み物代の足しにとかってさおるおらんあ村井でございます恐縮です山田っつってこれでコーヒーでも飲みなよみたいなもうおらんかおらんか違うかうんおじゃあ今配信パイレーツでにぎわしてんねんなこの界隈中村そんな湧いてんねやあーありがとうあーチーの人う5の10倍パオンゴシゴゴゴシ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 あーありがとうございますミーの人もありがとうございますそう元気に育ったねうん、うん、よかったあの時危なかったよなへその巻きついててなうん石灰か悩んだけどなやっぱね、うん、あの時のお母さんあれやもんな2回目の帝王切開やったからさ、うん、次咲いたら、うん、次の子できひんっていう話やったからさ、うん、何としてでもなひっくり返してくれって話やったもんな、うん、あーだっすまああの人パオンゴシ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 よかったよ覚えてんで、その時の俺は坂子の体重も覚えてんで、うん、3126やろ、うん、あ、ちゃうわ、3150か、3150、うん、そうそうそう、3150g やったよね、元気な男の子、うん、ちょっと大きかったもんな、言うたらな、うん、そうそうそう、予定日より4日ずれたんか、うん、3150やからそれにちなんで生まれてきた瞬間に最高って言ったもんな俺もな最高って言ってもうたもんな女ですはい嘘ですパオ、うん、ついついミホニャンが憑依してもうた、うん、すいませんえ秋口やったよねちょうど、うん、あれは山田先生と同じ飛行機に同乗していたものですああれねうん、飛行機の中で、あれよね、言うたら、うん、何狭心症の患者さんかなもしかしたら。あれよね、うんうん、この中で医者はいませんかの時の、それで俺が対応したよな、言うたらな。うん、あったよな。狭心症の人よね、言うたら。うん、まぁ、あ、ちょっとな、あり合わせのもんでやっちゃったからさ、うん、あれやけど。なあ、あの時結構な、バイタルもやばかったしな、うん。いやいや、俺も正直もう行くんちゃうか思ったもん。
あ、狭心症の患者さんです言うたら、うん、なあ俺ボールペンとかで穴開けてたもんな、もうここらになうん、ちょっと、うん、もうあるもん使わなしゃあないから、うん、ボールペンとかで気管支切開してたもんな俺な、ボールペンとかで、うん、あれ結構起点聞いたよな、うん、俺もびっくりしたもん、なんでボールペンで言ってやろうと思って、うん、あああれね、43号さん、あの拡張型心筋症の女の子よね言うたら、うん、あれはあれじゃん、大学病院やったからさ、うんうん、あれは大学病院でのオペやったから、まあ大したことなかったよね、知れてる、うん、いやだって俺さ普段メス左手やけどさ、うん、あの時右手で持ってたからなここばな、うん、普段左手やねんけどメスさ、うん、ちょっと後半あまりにもちょろすぎたからさ、ちょけ出してさ、うちのチームちょけるから結構、あああれな、落雷で心肺停止なってた人ね、178号さん、落雷で心肺停止ね、あん時はもうあかんか思ったけどな、なあ、かかとで心臓マッサージしたら、まあ、息吹き返したもんな、俺びっくりしたわあれ、もう無理やな思ったけどな、ずっと30分ぐらいさ心臓マッサージやってさ、でひらめいて、落雷、もし落雷のような強烈な一撃与えよう思って、かかとで心臓にハンマー行ったらさ、肋骨は折れてたらしいけど心臓動き出してさあー新幹線の人あれね、あの何この世に未練ないって言って飛び込んでさ腕ちぎれてた人よねあの時はバカ焦ったわ、動脈切れてるしさ言うたら、あの時俺スマホの USB ケーブルで腕縛ったからな君の、あれで助かったんやで、何もないわと思って、うわ USB ケーブルでいいかっつってギューン縛って、あったよね、もう飛び込んじゃダメだよ、もうダメだよ、飛び込んじゃダメだよ、あこら185やめろよやめろよ、あれやろ手術代払われへんから体で返しますのパターンやろ185、うん、それは内緒、うん、その回タダで切ったってんからちくらんといてよ、うんタイトルもう虚言が止まらねえとかに変えた方がよくない、これやばない、500人おったらさ多分そのほんまに信じる人一人出てくるからな、もうこうなってきたら、うん、だからミホニャンの枠でミホニャン押してる人みたいにその間に受けてガチで捉える人おるから、あお腹空いてます、はいもう飢えてます、飢餓状態です、睡眠もそうやし、うん、うん、そうもうやばいで、うん、ヒコポンとか多分山田さんはもともとお医者さんだったんですよとか言って他枠でコメントしてるでもう、うん、あのヒコポン多分他枠でも山田さんは実はお医者さんだったんですよとか言ってさ、いやもう書いてんでだろ、ヒコポンに電話して伝えとこうか一回、ちょ待ってな、うん、ヒコポンに電話しとこう、危ないわ、あうん、ちょヒコポンに電話するわ、ちょ待ってな、ヒコポンに電話する、これ多分マジで真に受けてるわ、電話するわヒコポンに、初めて自分からかける、出るかなヒコポン、あ、ヒコポン、おはよう。もしもし、おはようございます。俺が、医者って言ってるの冗談やからな。あ、分かってますよ、そんなの。っていうか、なんで私が言いふらしてるの知ってるんですか？え、言いふらしてんの？あ、実際に会ったことだけをね。ああ、そういうことか。うん。うん。だって、そうしないと、なんか怖いですもん。なんかあったと。ヒコポン、夜は眠れましたか？昨日寝れませんでした。昨日も眠れなかったです、ヒコポン。昨日眠れなかったのは何のせいですか？いや、そこ怖くて。何が怖くて？あれからちょっと他の配信者さんからも LINE もらって、うん、その人がミホニャンの枠を見たとかって言って、うん、それでいろいろ聞いたから、うん、と思って、うん、でまあもう今後関わることはないんだけども絶対に、うん、じゃあこれからはよく眠れますねヒコポン。いや、わかりません、わかりません、
だってブロックはしてるんですけど、向こう LINE 知ってるんですもん、私の、うんうん、それで、うん、アカウントなんか盗まれるらしいんで、うん、これからはよく眠れるといいですね、ヒコポンです。ありがとう、うん、ありがとうございます、うんうん、じゃあ、はい、じゃあ切るね、ヒコポン、ありがとう、はい、うん、はい、はい、ビース大丈夫や、ヒコポン騙されてなかったから大丈夫や、うん、よしろん、なんかミホニャンになんかスパイやれって言われて、何あの通話の何録音の取り方がわからへんくてトラブったらしい、うん、うん、あ、巻き打ちかけてみる、巻き打ちあれやな、もう中尾終わった時間やな、巻き打ちもかけもうついでに巻き打ちもかけとくか、何してんのって、うん、ああ、そうそう、なんか、ミホニャにスパイやれって言われたらしい。出るかな、巻き打ち。もしもし？あ、おはよう。トシちゃん何してんの？今テレビ見てるよ。あ、テレビ見てるか。スロット行ったらあかんで。うん。うん。もうちょっとの辛抱やわ。うん。うん、まだ今東京？うん、もう今静岡ぐらい。うん。今から、神奈川行くの？せやな、このまんま多分もう東京まで行っちゃうと思う。ほんま？うん、まあ27ぐらいには帰るから、それまで元気でやっててな。うん、ありがとう。うん、ほなまあテレビ楽しんで。ちょっとさ、お、なに？山ちゃん、はいよ。10時25分ぐらいにさ、うん、メッセージが来たんだけど、メッセージの見方がわからないんだよ。ああ、メッセージの使い方がわからんねんな。うん、見方はわからん。ああ、ええわ。一件ありて。あ、一件ありて出てんねんな。どこだったらいいの？な、それ、また行った時教えたるわ。うん。いや、もう、いや、どないしようかって、英語行こうかなと思ったんやけど。メッセージの見方がわからへんから？うん、メッセージ行ってねえ。それやったらさ、ピロンちゃん。見たんだけど、うん。いつもの文字が出て、それも、月日が違うんだ。ちゃうよ。4月とか8月とか。ちゃうちゃう。だからやん、それピロンちゃんに電話かけて来てもらったらええやん。ピロンちゃんに。いや、そこまでは、ピロンちゃん迷惑かけたくないもん。いや、でも多分来てくれるで、使い方わからんって言ったらさ、ちゃんと教えてくれんで、家行って。いや、だからもう、いや、もう、家行ったらええんじゃん。まあそれそこまで言うんやったら英雄行ってまたやから飛ばさなしゃあないわな。うん、うん、別に気にせんかったらええけど。うん、まあもうかかってこんと思うけど。うん、まあ なんか音は鳴ったんだけど、山ちゃん面が直進はならんかったけど、なんて、うん、メッセージ一気にやりてきたから。うん、あと留守電に入ってるってことやねんな。わかったわかった、それな。うん、まあ絵はそれ置いときや、見たるから、また、うん、最悪、うん、あゆバーとかに聞いたらええやん。クリスマス来んねやろ、確か。うん、一応。うん。そういうこと言ってるよ。お前、その時に教えてもらったらええやん。もう3日後とかやからさ。うん。うん、わざわざそのためだけに au 行かんでええやろ。うん。別にええけど、近いからええけど。おう、え、近ないやん、au。結構遠くない？いや。嘘、あれやろ。10分弱で行くよ。え、1分？真っ直ぐだから。1分？10分以内。あ、10分以内な。うん。あ、そういうことな。うん。うん。ええよ。ありがとう。おう、はいはい。ほなね。はい。気をつけてね。あいよ。うん。うん。事故したらダメだよ。うん。パチオジもスロット行くっていう事故したらあかんよ。うん。何笑ってんねん、おい。おう、何を笑っとんねん。おう、なんで笑ってんの？怖いねんけど。うん。何が怖いんだよ。まあ、ええ、うん。うん。うん。みんな気をつけてね。はい。はい、ありがとう。はいよ。あかん方の笑い方しよったよな。うん。あかん方の笑い方しよったよな。危ないな。そろそろ危ないな。絶好調に朝から酒飲み出した日はもうこれ危ないわ。うん。これ危ないわ。結構危ないわ。あ、ルシファーさんいらっしゃい。やばいな。うん、危ない。いや、ピロンちゃんから一応連絡できるようにはした。俺が、携帯の設定勝手に変えて。うん。ピロンちゃんからも連絡できるし、ピロンちゃんの番号もまた入れ直しといた、俺が。
うん、だから今ピロンちゃん、ユン、田中、あ、おはようございます、今週ぐらい M の家に荷物まとめに行きますので、あ、了解です、はい、それほんでもし僕が大阪おる時やったら立ち会うぐらいはできるかもしれないです、もしかしたら、うん、また保管先とかいろいろその細かいこと決まったらまた教えてください。この方が松川さんのところ行って全部やってくれてる人なんですよ、そのみほねやさんの荷物を多分えぐいっすね、ゴミ屋敷。一点だけなんですけどね。まあ、ここで聞かんでも多分、被害者の会のグループラインで聞いたらいいかもしれないんですけど、松川さんとしてはどういう見解なんですか、今、守さん。うん。それだけちょっと気になるというか、松川さん的にはどうなってるんですか、やっぱもう迷惑してる感じですかそこだけちょっと松川さん自身はどういう見解なのかなとかって、その不動産のオーナーというかあれやから、松川さんしてます、ああもうどうにかしてくれよって、でドドのつまりもう次そのほったらかしにしとこあれやから、あ、新しい新居入居者を募りたいから部屋をきれいにするっていう名目のもと荷物を動かすってことでいいっすよね家賃も払ってくれないで、荷物もどうするか直接ちゃんと連絡取ってくれない、うん、あ、無理やと思います、ナメダルマとリッキー、うーん、まあ俺どっちも好きやからな、これむずいよな、うーん、間取ってバットホップじゃない、うん、間取って、うん、あ、ピロンさん、牧内の家いつでも、あ、ほんまによかったよかった、ピロンちゃんちょっとあれやったら行ったって、うん、あ、村井とまざす、山だるま、うん、よー、日本、ジャパン、うん、よー、日本、ジャパン、うん、うん、バナセイクエス、RIP、うん、うん、よー、うん、似てる、うん、似てるよ、日本、ジャパン絶対好きちゃうやろのモノマネやな、え、ゼロワンどうなるんだろうね、いや、まあね、出国した先が別に北朝鮮じゃないからさ、まあまあ普通には帰ってくるやろ、どっちにしたって、うん、で帰ってきて、まあお上から軽い説教なりなんなり、うん、そうそうそうはあるやろうけど、あ、せやな、ゴミ屋敷なってるっすね、うん、ゴミ屋敷なってたっすね、見たらえぐいわあれ、うん、マジのゴミ屋敷なってた、びっくりしたわ、だから確信犯なんかな、もう元々あ、タコシはしばらくで帰ってこない、で中村くんは今日帰ってくるっつってた、リッキーに印税は払えないですよ、いやー俺も多分やけど今日帰ってくると思う、うん、しばらく帰ってけへんっていうか、しばらく配信つかへんはあるかもしらんけど、日本には今日中に絶対帰ってくると思う、うん、だって向こうもさ、言うたらよその国のやつに税金使いたないやろ、うん、いや、そのまま外国は無理やろ、だってビザ&パスポートってあれちゃうの、その旅客券と言われるものは別にそこ向けに作られてるわけやから無理なんじゃないそんな何出国入国拒否食らったような国から海外行かれへんやろ普通に、ちゃうんかな、韓国から国内海外の不安も規制、いやでも別に国内でこの国内の刑法に触れたわけじゃないから、まあ問題ないんちゃう、分からんの、どうやろう、多分不和の規約上は問題ないぞ、多分な、うん、どうやね、うん、いやパーキングじゃないで、水だけじゃなくてオレンジジュース、おい、いいな、いいな、ええな、あれかな、肌
ブツブツブツやから、なんかビタミン取りなさい用の方かな。どっちやろ、前差しような。今のちょっと悪いな。やめとこ、怒られそう。怒られそう、怒られそう。これ怒られそう。いや、これは別に悪意じゃないからな、言うたら。その、イギリスの歯いじんのとはまた違うから。うん、冗談の方やから。ちょっとちょけただけやから。うん、そうそうそう。天ヶ茶屋のパーキング、何俺が出国す、大阪から出国する前で5万6000円になってた。うん、5万6000ジャストやった。ちなみに。あ、そやな、もう花屋さんに俺チクリ入れてるからな。うん、ちょ、切り抜くな、やめろよ。バレるやろ。ちょっと悪口言ってたとか、変な鳩飛ぶからやめて。え、でもそれを直しに行くために行ったんじゃないのって聞いてんけど。ドドのつまり、ちゃうの？なんかあるやん。レーザーとかでバチバチバチって焼いて肌綺麗になるやつあるやん。あれしに行くんじゃないの？ちゃうかった。うん。ちゃうかった。俺なんかそんなに聞いたけどな。うん。ゼロはまだやろ、多分。せやな、ニャミホ払う気ないっすね。うん、払えよ。まあ、マジでよ。ああ、多分それ。それちゃん。ダーマペンって何？それか。肌綺麗になるやつ。クレーターが良くなるみたいな。うん、それ綺麗になるん？それって結構綺麗になるの？なんか日本でもできそうやけどな。ゲンさんもやってんの？マジで？意外。松平さんってそういうとこ気にするタイプなんや。うん、あ、回数かなりいんのや。知らんかった。それそんな変わんねんな、そのダーマペンってやつ。ダーヤマペンやな。ダーヤマペンやな。何が？デコネも、デコネそういえば肌綺麗よな。あんだけ毎日アホみたいに顔塗りたくっててもさ、お肌綺麗よ、綺麗よな。うん、思った。うん。あ、新八丁も鼻とかにやってるん。毛穴えぐい鼻にやってるん、新八丁も。うん、ここに最初、初めて見た時、ここにイチゴついてるんかな思ったけど。うん、あれもやってんねや。うん。あ、痛いんや。山田別に気にせえへんからな。まあ、マスケンさん結構ちょっと性格なあるよな。俺も思ってた。500回えぐいな。うん。でこんねん、綺麗かったけどな。あ、じゃあね、イギリスは肌は綺麗な。うん。せやな、肌綺麗と思う、イギリスって。うん。ちょっとなんか青ひげえぐいけど、時間帯によっては。うん。肌綺麗な、イギリスって。それは思った。肌綺麗、綺麗。うん。早く行こうぜって、俺どこに行くんやったっけ？結局俺はどこに行けばいい？うん。それは言うたんだって、りょう。それ言うたんだって。なんで今大阪じゃない？いや、鎌倉あるから、神奈川行かなあかん。で、俺どこ行ったらいい？もう極論。どこ行くのが一番面白いっすか？いや、二川じゃなくて、プサンがいいけどな、韓国行くんやったら。うん、海側がいいけどな。もうもっと言うと。うん、いや、知らん、イギリスと配信してる？いや、じゃあ韓国行く？ロシアは無理やろ。多分帰ってこられへんで。うん、兵庫県に二川ある。忍者二川行く？やばないアイテム。やばくはないやろ。有料アイテム、イベントのやつ6個ももらってんぞ。やばないやろ。やばい？どうする？ネクストスーパードライビングチャレンジ行く？そしたら。
あ、おはよう、230号さん。どうする？ネクストスーパードライビングチャレンジ、いきますか、皆さん。うん。いい？ネクストスーパードライビングチャレンジ。やめとく？どうする？うん。あの、ファンタスティックで、あれするっていう、あれやけどさ、そんなに甘ないか。そんなに甘くないか、世の中。でもさ、ちょっとほんま、いや、聖杯はやめとく。もう、そのせいで声枯らしてるから。うん。聖杯はやめよう。もろ刃の剣や、あれ。聖杯終わった後の放送がぐだる。あの、しんどすぎて。うん。ちょ、だ、ハマスの子供って何？うん。で、こちらんとく。喉乾いたから飲み物買いに行こっか。そしたら。うん、そう、聖杯風やめとくわ。ちゃうで、俺もう浜松やで。146。うん。もう浜松にはいてるから、俺。あ、おはよう！シャメイ！ありがとう！おやすみ！パオン！いいよ、シャメイ。乗ってきたね。うん。うん。うん、いいよ、ベル。うん。ちゃう。喉乾いた。喉乾いた。シャメ。今日の展開は、キムチ鍋。うん。まゆちゃんの家でキムチ鍋って言い続けてなんとかする。昨日ゆめちゃんにはこっぴどく振られた。ゆめちゃんとは何もなかった。うん。振られて、うん。で、悪態つきながら名古屋を去った。うん。でもさ、結構やけど、逆に、俺ゆめちゃん絶対俺のこと好きって分かったけどな、昨日会って。うん、それは思ったやろ、見てる方も。あの子絶対俺好きやで。うん。思わん。思わんか。あの子絶対、どういうことどういうこと。俺の方がおごってもらったで、昨日。ほんで、ちなみに。うん。なあ、あれ絶対俺のこと好きよな、ゆめちゃんっていう女の子。うん。あると思うで。うん。脈しかない。なあ、絶対好きやんな。あれ 100% 俺のこと好きやん。うん。いや、俺はそのさ、あの台本の兼ね合いさ、台本の兼ね合いさ、うん、もうちょっといけようと思ってて俺。うん。ちょもうちょいケチョンケチョンに言わしてくれたらいいのにと思って、まあ台本進めてたわけやん。ちゃうねん。うん。もう俺のこと好きがあって強すぎて、あんま無茶できてなかったもん、あの子。うん。